まさかお前夢咲みんも知らないのか。監督だぞ、殿様は僕が。ということでパート4、3日目、法廷、早速始めていきましょう。10月19日午前9時42分、地方裁判所、被告人第一控室。誰から来る？あ、煮干しさん。どうした？めっちゃ黙るじゃん。なるほどさん。はい。あ、くしゃみ出そう。へい、イエーイ。すいません、花粉症なのに花粉の時期から実況始めるってどうなんだろうね。鼻声のレッテルが好きそう。どっちにしろ慢性鼻炎なんでずっと鼻声なんですけどね。さっきからなんでそんなに険しい顔を。いえ、なんでもないですよ。あー、千尋さんじゃん。ね、千尋さん。千尋さん読みなんだね、普通に。うわ、怖い顔。いや、可愛いじゃん。なるほどくん、はい。あなたの依頼人は今ほとんど死にかけてる。あ、言葉選び。そういう意味では彼にはとても親近感を覚えるわね。悪い冗談やめてくださいよ。今回はこちらに武器が全くないわ。でも荷物さんが本当に無実ならば、私たちはどこかで見落としをしているはず。そうですね、見落とし。この法廷でそれを見つけ出せなければ私たちは負けるわ。今日中に必ず。ここそんなに畳みかけなくても厳しい戦いに なるな。頑張ろうぜ。なるほど。ちょっと鼻かむと鼻声って余計増長されるからさ、喋りづらい。10月19日午前10時地方裁判所第4法廷。あ、第4法廷。今日はあ、みつるぎ、あっかん。これより荷星三郎の法廷を改定します。はい、警察側は準備完了しております。おー、いつも通り準備完了してね。弁護側も準備完了しています。では三剣検事、冒頭弁論をお願いします。昨日の法廷で意外な事実が明らかになった。事件当日、映像撮影所には他にも関係者がいたという。今日は彼らが事件には関係なかったことを証明したい。なるほど、わかりました。では早速証人を呼んでいただきましょう。どっちから来る？監督かプロデューサーか。あのプロデューサーが出てくるのかな。どちら？あ、監督の方ね。最初オープニングで喋ってもらった監督ね。最初の証人、宇佐井拓也を入廷させていただきたい。オッケー、監督が来たか。まあそうだろうね、プロデューサーなかなか来なさそうだもんな。いつも通り汗かいてんな。証人、名前と職業は？あれ、姫神桜になっちゃった。あれ、なんだよ、失敬だな。あ、宇佐田くん、ごめん、それオープニングでやったからもういいかな。僕は知らないのかよ。そのくだりやったんだ。監督だぞ、殿様は僕が作ってるんだぞ。バク。ごめん、もうやっちゃったんだそれ。あ、みつるぎ、あ、みつるぎはこれ会うの初めてかな。宇佐井拓也、監督してます、テレビの。証人は事件当日、撮影所にいたんですね。あ、はい。でもこいつは押せば喋ってくれるからな。うん。ではその日のことを証言してもらいましょうか。なるほどく、はーい。なんかちっと思ってしてない。まずはこの証人の証言を崩しましょう。そうですね、荷星さんが犯人でないとしたら怪しいのはあの日コテージにいた人たちですから。そうですよね。は、はい。いきなりプレッシャーだ。いやでもプレッシャーでこそ打ち勝ってみせよう。証言開始。事件があった日のこと。あの日は朝の9時頃スタジオに入ったけど、午前中はアクションの打ち合わせかな、考える。なんか思ったより時間がかかっちゃったんだよな。あ、そうなんだ。お昼みんなはスタッフエリアでご飯を食べたみたいだけど、コテージで会議があったから僕食べられなくて。会議は結局4時までやってたのかな。あ、言ってたね、それは姫神さんも。会議中は誰も席を立たなかったな。なんでそんな口ごもった。そんなところかな。あ、さっきのとこ怪しいね。大体口ごもるとこが怪しいから。ふむ。被害者の胃袋さんが殺害されたのが2時30分頃。その頃は会議中だったわけですか。じゃあ弁護人、尋問を。はい。はい。これはい、かぶりが尋問開始。事件があった日のこと。鼻声。あれ、じゃあ全部言ってこう。待った。喋れねえ。今日いつもよりちゃんと喋る。いつもその時間に。いや、時間はバラバラかな。それが業界人だよ。業界人ってそういう意味だったのか。そういう意味ではないと思うけどな。でもあの日は一日忙しかったな。泣いてんのそれ。それを聞かせていただきたい。そうだね、忙しかったと。でアクションの打ち合わせ。またスタッフエリアで。そうだよ、殿様と悪大カーンの決闘シーン。まあ、これは前から話してるやつだよね。その打ち合わせ、他には誰がいましたか。おばちゃんかな。だよね。
そういえば警備員のおばちゃんがじーっと見ていたな、わら。胃袋ちゃんに茶色い声援を送って、黄色い声援って言ってやるよ。なんで茶色い声援って。茶色い声援ね。他には誰も？うん、それだけ。それね、スタッフちゃんはいなかったんだもんね。また！思ったより時間がかかったと。それはどうしてですか？知ってると思うけど、イボサブちゃんが足をひねっちゃって。ああ、その話があったな。おかげでお昼食べ損なっちゃった。恨んでんの？恨むな、恨むな。お昼ですか。あの骨付きステーキかな。また！でも置いてあったよね、スタッフエリアにも。ご飯ですか？メニューは何を？しか、その顔やめろ。骨付きステーキだよ。スタッフに焼かせてさ。そういえば、スタッフエリアに骨の乗った皿があったっけ。みんなは食べた。ということは、証人は食べなかったわけだ。なるほどね。コテちゃんかける。また！じゃあ結局、骨付きステーキは食べずじまいですか？そうなんだよ。ステーキはね、ひどい話だろ。まあ仕事だからな、でも。はぁ。なるほど、はーい。なるほどくん。はい。はいのテンションが違う。今の話、どう？おかしいと思わない？はっきりしない部分があります。実はちょっと気になるところがあるんですよ。監督、今ステーキは食べなかったと言いましたが、それ以外のものは食べたわけですか？確かにね。お、よくわかったね。ポケットにチョコがあったからさ、それで上をしのいだんだ。あ、チョコレート食べたな。なるほど。大したことじゃなかったな。もっと何かあると思うんだけど。あ、ででえ、こっち？あれ、まあでもとりあえず全部揺さぶってから行こうか。また。何の話をしていたんですか？殿様のこれからのストーリーとか予算のこと。スポンサーの連中、この僕に向かってさ、君の書くシナリオは子供向けじゃないね、だって。そうなんだ。なんかわかる気がする。まあ確かにな、誰か途中で席を外したりしなかったんですか？そうだよね。でもここ怪しいんだよな。また！誰か席立ったんじゃない？一度も休憩を取らなかったんですか？そうさ、取らなかったぞ、汗流してるということは取ったな。汗がちょっと気に入る。これって言ってんのかな、実際に汗。決めてかないからな。何か掴んでから後でもう一度揺さぶってみるか。なるほど、はーい。なるほどくん。このアリバイが成立しちゃったら、三星さんはおしまいよ。おしまい。なんとか揺さぶって、情報を引き出すの。はい。はい。千尋さん、はーい。出てきてくれた。で、千尋さんが言ってくれたのに、矛盾してると。そうですね、確かに変です。なんかすごい目が輝いてた千尋さん。監督、なんだよ。汗めっちゃ撒き散らすな。僕がコテージに行った時、テーブルの上にはスタッフエリアと同じ皿が2人前ありましたよ。あれは誰が食べたんですか？あ、初めて見るやつ。うが、いや、よくわかったね。汗なんでそんな焦る。その恥ずかしいから言わなかったんだけど、食べたんだよね、結局。食べたんかい。で、何が恥ずかしいんだよ。普通に言えばいいだろ、食ったって。骨付きステーキをですか？まあね、せっかくスタッフに焼かせたって、なんでその言い方は。自分で焼け。後で食べようと思って持って行ったから、コテージに。食い意地が張ってるな、な。で、いつ食べたんですか？会議中に一回だけ休憩あったんじゃん。ないっつってただろ。一回だけ休憩があったからさ。その時にピロリと汁。その汁は何の汁？汚いね。汚いな。直球。でも待てよ。休憩を取ったとなると、証言に、な、おかしいところ出てくんな。もう一度その辺を揺さぶってみるか。あ、もう一回揺さぶればいいと。オッケー。4時までやってたら、ここだな。揺さぶる。また決めてから。あれ？だよなって待てよ。なんか引っかかるような。もっと強く揺さぶる。いけ、なるほど。ダン！ちょっと待ってください。監督、さっきあなたはこう言いましたね。休憩中にステーキを食べたと。うん。言ったね。どうなんですか？うん。証人、どうなんですか？まあ、取ったかな、休憩。なんで嘘をつく。なるほどか。よくやった。ありがとう。休憩を取ったなら、その間にスタジオに行けたかもしれない。裁判長、休憩時間について証言をお願いします。わかりました。では証人、証言をお願いします。ヒーヒーなってる。おー、いや、今回はチッチッチじゃなくてクッククラウがクッククック。なんだ水るぎ、笑ってるよ。
笑ってるだけがなんか言えよ。証言開始、休憩について。みつるぎ今日おとなしいな。確かに休憩は取ったけどさ、バク、何のバクなんだそれ。たった15分だよ、15分。第一スタジオで殺人なんてできるわけないだろ、わら。できるかもしんないじゃん。骨付きステーキ食べてるだけで終わっちゃうって。もう食べながらやったかもしんないじゃん、おこ。いやー、ふむ、私ならステーキも食べ終わらないでしょうな。てか裁判官さ、それ食べるとき大変じゃない？ヒゲになんかそのステーキの汁とかついちゃいそう。では尋問を。尋問開始、休憩について。じゃあ全部揺さぶっていこう。休憩取ったけどさ。また取ったけど、その休憩は何時で取ったんですか？大事だねそれ。確か2時30分から15分間だったと思うけど。あ、2時30分からか。ちょうど殺害時間だよねこれ。事件が起こった時間だ。第一スタジオで胃袋さんを殺害して戻ってくる。時間的にはなんとか可能だな。確かにね。なんで喋れ。言いたいことがあるなら言いなさい、みつるぎくん。なんだよ。待った、ちょっと気になるんですが、その15分間は何をしていたんですか？骨付きステーキを食べていたに決まってるだろう。ああ、確かコテージのテーブルには皿は2枚ありましたけど。あったね。ああ、もう1皿は姫神さんが食べたんだ。あ、やっぱりこの2人か。姫神、あのプロデューサーか。あ、喋ってくれた。骨付きステーキを15分で食べるとはなかなか早い。ちょっとただの感想じゃん。待った、いろんな意味で待った。どうしてですか？あ、いや、やっと異議を言って申し立ててくれた。もう意味のない尋問はたくさんだ。裁判長、これまでの証言で明らかな通り、コテージにいた人間は今回の事件には関係ない。なぜなら第一スタジオに行くのは無理だったからだ。なんだと？何？それとも弁護人はコテージにいた人間が殺人現場に行ったというつもりか？ふむ、どうですか弁護人。な、あい、なるほどくん、ここは大事なポイントよ。よく考えます。コテージの人間が第一スタジオに行ったと主張しますか？これは行けなかったって姫神さんが前回教えてくれたよね。あのサルマゲドンの首が落ちていて、2時30分から4時までずっと行けなかったんだもんね。無理だという。ここで認めたくはないけど、無理だと分かっていることを主張するわけにもいかない。そうだな。確かにコテージの人間がスタジオに行くのは不可能です。いつものように考えもなく突っかかってくるかと思えば、なかなか物分かりがいいな。お、褒めてもらえた、ありがとう。どういうことですか、三剣賢治。簡単なこと。確かに被害者が死んだ時間、コテージは休憩に入っていた。しかしスタジオへ通じる道は塞がっていたのだ。ダン、サルマゲ君の首によってサルマゲドンです。おい三剣、サルマゲドンだ。あれはみつどうしよう、みつるぎの元に千尋さんとか迷いちゃん的なあのポジションの方がいないから誰も訂正する人がいない。ボケでそのままで言ってしまう。強風によって首が折れたのは2時15分だった。つまり2時30分に休憩を取ってもあの道は通れなかったわけだ。サル、うん、2回言ったね。上、もう1回ちょっと、もう1回静かにしといた方がいいぞみつるぎ、恥ずかしいぞちょっと。サルマゲ君の首があったのだから。なるほど。なるほど。意義あり言ってやれ。サルマゲ君ではなく、サルマゲドンですって。本当はサルマゲドンなんだけど。それにツッコミを入れる気にはなれないか。ちょっと隣で、じゃあ、隣で夢月がツッコミ入れとくよ。以上を思って。あ、やるだろうな、思ったよ。この証人に対する質問は終了する。終わっちまったよ。待った待った。あ、髪長い。髪長いな。かん。では、意見申し上げてくれるんだ、裁判官。私の意見を申し上げましょう。聞きましょう。事件当日、第二スタジオのコテージに数名の人間がいた。しかし、彼らは第一スタジオに行けなかったわけだから。この事件に関係ないことは明らかです。また、この殿様の写真ですが、体格から考えて被告人以外の人間は着ることはできない。あとは、この殿様が犯人であるという、その決定的な証拠があれば、それで決まるのですが。裁判長、当然検察側は用意している決定的な証人を。ああ、あの子か、あの子だな。三剣賢治、決定的な証人とはどういう？彼は殿様が被害者を殺害した瞬間を目撃している。目
あの子だろうな、絶対。あ、3連チャン。来た、一発目。静粛に静粛に。わかりました。10分間の休憩を挟んで、その証人に話を聞きましょう。それでは休憩に入ります。あ、骨付きステーキ食おうぜ、みんなで。カン。10分間か、ちょっと15分じゃないか、短いな。10月19日午前11時4分、地方裁判所、被告人第一控室。千尋さん、ちょっと話そう。千尋さん、どうしましょう。コテージの人間は事件には無関係ってことに。千尋さん、ごめんね、なるほどくん。どうやら私の見込み違いだったみたいね。そんな、いやでも千尋さんは、いやそういう意味で言ってるんじゃないと思う。諦めないよ、千尋さんは。千尋さんが諦めちゃったら、僕はもう。大丈夫、千尋さん諦め、だからな、千尋さん諦めないって分かってましたよ。勘違いしないで。私は今まで諦めたことなんて一度もないわ。かっこいい、千尋さん。今の尋問で明らかになったのはただ一つよ。コテージにいた人間は、第一スタジオには行けなかった。私、そこに何か秘密があると思っていたんだけど、そうじゃなかった。それだけのことよ。そうだな。あー、煮干しさん。僕、どうなっちゃうんでしょ。大丈夫ですよ、助けますから。なんだかもう、法廷中の人たちが、お前がやったんだって、そう言ってるような気がして。いや、気にしないでください。大丈夫ですよ。あ、ほら、もう、千尋さん、ありがとう。大丈夫です。あなたが無実ならば、私たちは必ずそれを証明します。私たちに任せて、堂々としていてください。千尋さん好きだ、やっぱり。殿様なんですから、あなたは。は、恐縮です。いやー、千尋さん。さ、なるほどくん。頑張らないとね、頑張ります。殿様が大好きな子供たちのためにも、その角度好き。もう言葉の選び方も好き。もう全部好きだな。10月19日午前11時15分。地方裁判所第4法廷。あ、ちゃんと10分くらいだ。かん。よし。では、審理を再開しましょう。検察側としては、まだ幼く、痛い気な小学生を、結構あれだよな、みつるぎ。梅尾の時も、悲劇の少女とか言ったり、こっちは今度幼く、痛い気な小学生か。殺人事件の証人として呼んだ上、そこの弁護人に意地の悪い質問をさせたくはない。好きなこと言いやがって。しかし、こうなっては致し方ない。証人として、大滝九太少年を入廷させていただこう。あ、少年なんだね、呼び方は。九太、九太、ちょっと低いな。低いな、九太。裁判長、とりあえず証人に何か対応。あ、ナイス、みつるぎ。そうですね。係官、みかん箱を。なんでみかん箱あるんだよ。台でいい。みかん箱。あ、ちょうどよくなった。カメラ持ってきてんじゃん。では証人、名前と学年を。あ、小学生だからやっぱ職業の代わりに学年言うんだ。キュータ。ミツルギ、おい、ダーってやるな。威圧的なことをするんじゃない。証人。なんだよ、大人だからって威張るなよな。それ、これはミツルギが悪いな。ブググ。ダメよキュータくん、ちゃんと質問には答えるの。いや、千尋さん。あ、お姉ちゃん。僕、大竹九太、小学校2年生です。もう全部千尋さんに話してもらえば。先が思いやられるな。三つるぎ検事。相手は子供なんですから、もっとこう、優しくするように。そうだぞ。むがすごい連なってる。言いづらい。証人。いやー、九太くん。九太くん。なんか痛々しいなんだ。三つるぎこういうとこ面白いんだよな。君はその事件のあった日、撮影所に行ったね。まず抜かない抜かない、落ち着け落ち着け。言っちゃ悪いかよ。その時に見たことを、その我々に聞かせてほしいな。うん、頑張ってる。みつるぎ偉いぞ、頑張ってる。え、おじさんとその偉そうなヒゲのおじいさんに。おじさんとおじいさん。お兄さんだ、ヒゲのおじさんです。やれやれ。よかった。なるほど。巻き込まれていない。ところで、法廷内はカメラの持ち込みは禁止されているはずですが。みつるぎ、みつるぎ、大丈夫か今日。カメラがダメなら証言しないと言われてしまったもので、特別に許可していただきたい。いや、子供には弱いんだな。子供と取引して、しかも負けるなよ。このカメラ、この間買ってもらったばっかりなんだぜ。まだちょっと使い方よくわかんないんだけどさ。
最近はどこかへ行くときは絶対持っていくんだぜ。あ、お気に入りなんだね。なるほどくん。はい。あ、気になります。僕も気になります。あのカメラ微妙に気になるわ。ちょっと法定記録にファイルを作った方がいいわね。 OK。 キュータのデジタルカメラ買ったばかりでうまく使えない、必ず持ち歩いてるという法定記録にファイルした。 OK。 ではキュータくん、事件のあと日見たことを証言してもらいましょう。キュータお願いね。証言開始。事件があった日のこと。俺一度お殿様のリハーサルが見たくてさ、インターネットで地図を見てあの日撮影所に行ったんだ。インターネットでもう明かされてるんだ。そこは警備員のおばちゃんに見つからないように道の外の林を通って、俺とにかくスタジオに行こうとしたんだ。途中30分ぐらい道で迷っちゃったんだけど、スタジオのところに出たら殿様がいたんだ。俺嬉しくて、見てたら悪人が出てきてさ、殿様はもちろんその悪人を倒したよ。もしカメラを持っていればシャッターチャンスだったよ。あれ、カメラ持ってなかったの？結局スタジオには入れなくて、その日は帰ったんだ。あれ、おかしいな。カメラいつも持ってるんじゃ。ふむ。では弁護人、尋問をお願いしますが、が相手は少年です。優しくするように。はい。ぷく、そんな必要ない気がするけど一応な、優しくしとこう。小学生だから。尋問開始。事件があった日のこと。じゃあ揺さぶっていこうか。またリハーサルがね。そんなに殿様が好きなんだ。抜こうとすなって。当たり前だろ。おう、俺テレビは全部ビデオに録画してるし、デパートのショーにも絶対行くんだ。ガチ勢大したもんだね。言い方すごいねって、好きなんだねって言ってるよ。大したもんだね。遊園地とかにも行くの？当たり前だろ。俺のお父さん付き合いがいいんだから。お父さん、いいお父さんだな。お父さんか、大変な職業って思うな。お父さんはまあ大変だけどな。で、イータレット一度見て、またスタジオに行ったのはあの日が初めてだったの？実は何回か行ったことがあるんだけどさ、まだリハーサルの日に当たったことがないんだよ。ああ、なるほどね。警備員のおばさんはうるさいしさいつも追いかけ回されてる感じだもんな。みつるぎ、みつるぎ本当慣れてないな。ほほうって、ほほう。では続きを。言われなくても話してやるよ。人の話の腰を折るなよなちょっと大人だよな、キュータ。うん、ぐだ、みつるぎ、みつるぎ大丈夫か。みつるぎ、ちょっとかわいそう。みつるぎの隣に誰かいてやんないかな、これ。待った、道の外の林？うん、あの撮影所山を切り開いて作っただろ。だからちょっと道を外れるともう林になってるんだよ。ああ、なるほど、なるほどね。それでさ、それでとにかくスタジオへ。またスタジオに行く途中、何か変わったことはなかった？変わったこと？例えばこんな猿は見た？ああ、サルマゲドン。ああ、サルマゲドンね。みつるぎ、気づいたか。そいつは見たけど首は折れてなかったよ。あ、首折れてなかった。気づいてない。みつるぎ、サルマゲくんじゃなくてサルマゲドンなんだよな。気づいてほしいな。スタジオにはすぐ行けたのかな。みつるぎおい、面白いな。みつるぎ、待った林の中で迷ったの。こう見るとやっぱなるほどのが慣れてんな。子供相手っていうか、喋りが上手いんだろうな、やっぱり。そうだよ、もうどこに向かって歩いているのか分かんなくて、スタジオの青い扉が見えた時はほんと嬉しかったよ。それでさ、青い扉で殿様がいた。また殿様が、うん、スタジオの門のところにいたんだ。ちょっと門のところで何か考えてたみたいだけど、そのうち門を開けて中に入っていったんだよ。なるほどね。うん、それから嬉しくて悪人が出てきた。まためっちゃいい笑顔だけどな、これ。悪人ってどんなやつだった？人間、あれ、悪大官じゃない。人間だったよ。背が高くて痩せたやつ。背が高くて痩せてる。男？女？背が高くて痩せ、でも、胃袋たけしは痩せてるというより結構筋肉質だよね。わかんない。遠かったし。なんだよ、はっきりしないな。シロさん、チロさん。なに、チロさん、なに、怖い、ちょっと。また、キューターで、ね、チロさんに睨まれたよ。その悪人はどうなった？動かなくなっちゃった。死んだみたいにピクリとも。
さすがはプロのアクションスターだよね。いやー、このピュアな心は守りたいな。そうだね。小学生だもんな。また。もしカメラを持っていれば。なんだ、カメラなかったの？そうだよ。俺だっていつもカメラを持っているわけじゃないさ。おーふん。あ、それを見て怖くなって家に帰ったわけか。なるほど。はい。相手は少年よ。はい。あまりきつく言わずに容赦しちゃダメ。あ、難しい。難しいな、ジーロさん、それ。あまりきつく言わずに、でも容赦をしちゃダメよ。そんな無茶な。もちろんだ。よかった、喋ってくれた。よし、じゃあ全部聞き終わったっぽいから、意義ありできるところを見つけないとな。多分カメラのことだよね。アグリが出てきて、もちろんその上に倒したカメラ持っていれば、ここでしょう。これ絶対持ってるって書いてなかった？必ず持ち、これだろ、意義あり。キュータ君、今の話、ちょっとおかしいな。君、さっきはいつでもデジカメを持ち歩くって。はっきりそう言ってたじゃない。まあそうだな。いや、口だ、どうなってんの？ダメだよ、嘘をついちゃ。弁護人、ちょっといいですかな？しまった、きつく言いすぎたか？いや、そんなことなんですか？さばかデジカメを知らない。デジタルカメラのことです。最近流行っているカメラの一種です。まあ、そっか、時代的に流行り出したばっかなのか、デジタルカメラ。説明のしようがない。なるほど。とにかく、キュータ君。君が撮影所に行くとしたら、カメラを忘れるはずがない。持っていたんだろ？ああ、泣かないで、キュータ。意義あり。弁護人。少年を脅すは、見下げ果てた男だな。まあ、少年だろうが、検事だろうが、嘘は良くない。なんでそこに検事が出てくるのだ。どうなのかな、キュータ君。どうだ、キュータ。なんだよ。あ、確かにカメラは持ってたよ。それが何だってんだよ。逆ギラ、ちゃんと箱、みかん箱ある、缶。じゃあ、そのカメラは使わなかったのかな。使うわけないよ。使うわけない。俺、夢中で見てたから。あー、なるほど。では、その見ていたことを証言してもらいましょうか。お、ナイス、裁判官。証言開始、見ていたことについて。あ、むぐれちゃった、キュータ。確かにカメラは持ってたけど、もう一瞬も目が離せなかったんだ。殿様に悪人が襲いかかってさ。そして、悪人は動かなくなったんだ。強いよな、やっぱり殿様は。いやー、守りたいけど、この笑顔。あれ、もう終わりですか。まあ、小学生だからね。随分あっさりした証言でしたね。では、尋問を。はい、裁判官。尋問開始、見ていたことについて。で、揺さぶっていこう。ごめんな、キュータ。カメラ持ってたけど、また。じゃあ、なんで使わなかったのかな。意義あり。はい、みつるぎ。これからそれを言おうとしている。落ち着いて聞きたまえ。あ、ごめんなさい。それに関してはごめんなさい。殿様のアクションってすっごくかっこいいからさ。あ、フォローしてくれるキュータありがとう、優しいな。また。じゃあ、殿様が戦っているのをずっと見ていたんだ。そういうことだろうね。そりゃそうさ。目を離さなかったんだね。離さな、うん。なるほど。じゃあ聞かせてくれるかな、殿様の戦いのこと。戦いのこと、いいぜ。戦いのこと、襲いかかって。また悪人の方から襲いかかったんだね。あ、そっか、悪人の方から。そうだよ。どんなやつだった、その悪人って。悪人ね、人間だったんだよね。さっき言わなかったっけ。人間だよ、人間。どんな格好をしていた。キュータ、思い出、覚えてないか、しょうがない、それは。よく覚えてないや。俺、殿様しか見てなかったから。なるほど。それでどうなったかな。そして悪人は動かなくなった。またどうして。え、何がどうしてなんだよ。悪人、これ聞くの酷じゃない。子供相手に大丈夫、そんな聞き方。悪人はどうして動かなくなったのかな。そりゃ、お殿様がやっつけたからだよ。だからと怖い。なるほど、怖い。まあ、でも裁判のものは仕方ねえわ、これは。だから、どうやってやっつけたのかな。どうやって、もう、ほら、もう人間じゃない顔になっちゃって、もう、どうやってって。
殿様キックリ、殿様パンチ、殿様チョプリ、殿様ビンタ、そんな感じかな。すごい、全部殿様ついてる。どうもこの辺りがすっきりしないんだよな。まあな、なんだよその目は。どうしよう。あ、揺さぶってみる。これ揺さぶったらあれかな、進んじゃうかな。その前にまだ聞いてないとこあったよね。ちょっと一旦様子見ていい？そうだな。下手に揺さぶって裁判長の心象を悪くするのはまずい。ここは様子を見ておこう。そうだね。で、こう強いよなと。また悪人を倒した後、キュータ君はどうしたの？キュータ君どうした？あ、黙っちゃった。実はさ、その戦いがすごい迫力だったから怖くなっちゃって、そのまままっすぐ家に帰ったんだ。あ、そのまますぐ家に帰ったと。おー、このキュータ君の証言なんだけど、なんか不自然な感じがするんだよな。はい、なるほどくん。それはあの子の証言に曖昧なところがあるからよ。そこをとことん揺さぶってはっきりさせることね。めちゃくちゃヒントくれる、ありがとう千尋さん。なるほど、のめちゃくちゃ畳みかけタイムが始まっておりますが、これをもっと詳しく教えてくれ。もっと揺さぶってみる。キュータ君。あ、 BGM 止まった。なんだよ。君は最初にこう言ったね。殿様から一瞬も目を離さなかったって言ったね。それが何だってんだよ。なのになぜ一番肝心な部分を見ていないんだい？意義あり。意義あり。はい。なら見つるぎ、少年はきちんと証言を。意義あり。意義あり。意義あり合戦。うん、きちんと証言していないことはあなたにも分かっているでしょ。だん。殺人犯は普通、殿様ビンタはしない。そこかい。ググい。聞くのこれ、聞くんかいこれ。つまりキュータ君は殿様との戦いの一番重要なところ、ダン、敵にとどめを刺すところを見ていないのです。確かにな。カカされちゃう。2回目。静粛に静粛に弁護人。しかしそれは大変おかしなことです。その理由をあなたは説明できますか？それはちょっと。はい、ごめんなさい。なるほどくん、あなたは今とてもいい線を言っているわ。ありがとう。なぜキュータ君は戦いのクライマックスを見ていないか、その理由もわかるはずよ。あなたなら。うわー、信頼されてる千尋さんに答えてもらいましょう。殿様の大ファンである少年がなぜ戦いのクライマックスを見ていなかったのですか？見ることができなかった他のものを見ていた証拠。これは、うわー、証拠品か？これデジタルカメラじゃない？裁判長、証拠品があるんです。証拠品ですか？そうです。カメラじゃないかな。キュータ君の戦いカメラじゃないかな。使い慣れてないんだよね、うまく使えないと。合ってると信じよう。くれ。よし、その証拠はこれです。何ですか？そのカメラがどういう。合ってんな。このカメラは最近買ってもらったばかりです。それは知っています。まだ彼はカメラの扱いに慣れていません。それもわかっています。あ、気づいた。キュータ君は殿様がとどめを刺す瞬間カメラを見ていたんですよ。ダン。もちろん写真を撮るためにね。あ、そういうことだな。どうやら図星だったみたいだね。なんなんだよお前、俺をいじめて楽しいのか。違うんだよ、ごめんな。キュータいじめてるわけじゃないんだ。いじめてるわけじゃないんだけど。よくやったわ。なるほどくん、ありがとう千尋さん。キュータくんは嘘をついていた。目の前で殿様が戦っていて彼が写真を撮らないなんてありえないものね。そうですね。はい、いいかい。君が殿様の戦いから目をそらした理由はただ一つ、それを写真に撮ろうと思ってカメラをいじっていたからだ。買ったばかりでまだ操作に慣れていなかったから決定的な瞬間を見逃しちゃったんだろ。まあそういうことだろうな。キュータごめんな。うん、そうだよ。偉いぞキュータ、ちゃんと証言してくれる。さあ、なるほどくん、この子はまだ何かを隠しているわ。もう一度証言させるの。はい、はい千尋さん、これ。いやいや、千尋さんはやっぱりね、弁護士だから。裁判長、キュータ君にもう一度証言をお願いします。ああ、わかりました。ではキュータ君、そのカメラと写真を撮らなかったことについてもう少し詳しく話してもらえるかな。ごめんなキュータ、大人の世界は厳しいんだぞお前。ごめんなとかありがとうとかだろ、まず大人の世界は厳しいんだぞって無理やり呼んでるようなもんだから。いや、キュータが入り込んだんじゃないから。これは証言開始。写真はほらもう半泣きじゃねえかよ。お前の言う通りだよ、殿様が悪人の手を振りほどいたから
俺写真を撮ろうと思ってカメラを構えたんだけど、レンズが開かなくってちょっと間に合わなかったんだ。それでおしまいかな。なるほどな。ありがとうキュータ。ふむ、この証言に何かおかしなところはありますか？わかりません。でも尋問はさせてもらいます。そうだな。まあ尋問によって何か出てくるかもしれないしな。尋問開始、写真は撮らなかった？という通り。また。なるほど、怖い怖い。なるほどが怖い。いいだろうお前で。なんだよとんがり頭のおっさん。お兄さんな。おっさん。私はお兄さんだ。おじさんということで。大人はメンズで生きてるからやだなキュータ。これに関してはダン。もう容赦しない。怖い怖い。なるほど、なるほど。落ち着け。もう容赦しないぞ証人。続きを。キュータ、ちょっとキュータの隣に行かせてもらいます。なるほど、お前ちょっとキュータの隣に行くぞ。また。そこまでは見ていたんだ。うん、見ていたね。何か気づいたことはなかった？いつものトロ様とちょっと動きが違ったみたい。なるほどな。動きが違った？これはいろんな意味に解釈できるな。あの、荷物さんが足をひねったからいつもと動きが違かったとも取れるし、中に入ってる人が違かったとも取れる。とりあえず、また。なんで写真が撮れなかったの？新しいカメラはボタンがいっぱいあってややこしいんだ。シャッターを押そうと思ったけどレンズが開かなくて。またレンズが開いたら何が見えたの？倒れた人と殿様。なるほどね。それでおしまい。またおしまい。ちょっと怖いんだよな。どうだよ、写真は撮らなかったんだ。僕だったら写真撮ると思うけどな。あー、まあな。そうか、この少年は本当に写真を撮らなかったのだろうか。ちょっと待って、続きちょっと見たいから後できつく揺さぶるけど、ちょっと一旦キュータ君半分泣いてるしな。ここは勘弁しておいてあげるか。こんな短い証言で何かおかしなことがあるか。何かあるはずよ。そうだね、探り出すの、あの子の本音を。はい、あれここまでか。じゃあ揺さぶろう。はい、戻ってきて、きつく揺さぶってみましょう。ごめんなキュータ。キュータ君だったらシャッターを押さないはずがない。キュータ君、僕には何もかも分かっているんだよ。君は写真を撮ったはずだ。お、合ってんだこれは。あ、思った通りか。どうして分かるんだよ。キュータ、お兄さんにはキュータ君の嘘がみんな分かるんだよ。なるほど、なんか超能力者みたいな発言言いやがって。すげえや、キュータ、純粋だな。お、なんかいい気持ち。おい、お前よ。俺確かに撮ったよ写真。ではそのように証言を変えてもらいましょうか。なるほど、調子乗んな。少し遅れて何枚か撮ったけどデータも消しちゃった。また、なんで消した？データを消した？そうだよ。なんで？大好きな殿様が勝負に勝った写真なのに。別に撮っておいてもしょうがないだろ。撮っておいてもしょうがない。へそを曲げたか。そろそろ矛盾でも叩きつけてやらないとな。こんな短い証言で何かおかしなところがあるか。何かあるはず。あ、これ聞いたね。これじゃないか。全部収集してあるんだよね。ソノ様が勝負に勝った場面を全て撮影収集してある栄光の足跡。意義あり。どうだキュータ君、合ってんだこれは。よし。なんだよ、さっきからあんたに名前を呼ばれるとろくなことがないや。そうだよな、ごめんな。昨日はこれどうもありがとう。あ、やっとお礼を言った。ああ。君、昨日こんなことを言ってたよね。俺、殿様のショーには必ず行くんだよ。でさ、殿様が勝った瞬間をこうして写真に撮るのさ。一つ残らず、全部写真に撮ってるんだぜ。完璧に。あ、撮ってるんだよな。いや、かわいい小学生じゃないか、いいかい。もし殿様が戦いに勝ったシーンを君が撮ったのなら、それを消すはずがない。ダン。このアルバムに飾らなければならないからね。そうだね。ああ、ちょっと。ああ、消えた。弁護人、そのアルバム何ですか？これは栄光の足跡と言って、キュータ君が殿様の写真を撮って集めたものです。これまでの殿様の勝利のシーンが全て撮影されている。はあ、はあ。しかし、
事件当日の殿様の写真はこのアルバムにはない。ないな。いやこれは矛盾してなかん。静粛に。なるほど君、それはなぜでしょう。殿様が誰かをやっつけたのならば、そのアルバムに写真がなければおかしい。その通りです。やっつけたのならばね。うん。すごい衝撃が、衝撃波がすごい。まさか。なるほどくん、はい。どうやら私たちはたどり着いたみたいね。そうですね、とんでもない真相に。いやもう途中からうすうす気づいてたよ。千尋さん、じゃあやっぱり。うん、そう、あなたが考えていること、それは多分正しいわ。教えてあげなさい裁判長に真相をね。弁護人、どういうことですか。タイミングがよろしい。アルバムにはなぜ事件当日の写真がないのですか。なぜ少年は写真のデータを消してしまったのですか。殿様は勝たなかった、そういうことでしょう。だって勝ったら収集するんだもんね、写真に残して。勝たなかったから消してしまった、そういうことじゃないでしょうか。その理由は一つしか考えられません。ダン、殿様は勝たなかった。だから、キュータ君は写真のデータを消したんです。殿様が負けた？そうなんだろ、キュータ君。殿様、本当は悪人にやられちゃったんじゃないか？何言ってんだ。殿様も負けないんだ。絶対。誰にも負けたりなんかするもんか。裁判長、今のキュータ君の言葉が全てを物語っています。写真を撮らなかったと嘘をついた理由、そしてせっかく撮った写真のデータを消した理由、キュータ君にとって殿様は絶対負けてはならなかった。ダン、しかしキュータ君はとんでもないシーンを目撃してしまったのです。そう、殿様が戦いに敗れるシーンを。キュータ君はそれを認めるわけにはいかなかった。だから殿様が勝ったところを見たと嘘をついてしまったのです。嘘をついてしまったんだな、キュータ。カ、サネちゃん。サネちゃん、3回目。静粛に、静粛に。どうなんですか、証人、キュータくん。あなたは一体、何を見たんですか。キュータ、キュータ、ごめんな、なんかな。いや、悲しいわ。砕くよな、そら。キュータ。キュータくん。あの日、君が見たのは、殿様が負けるところだった。そうなんだろ。ああ、キュータ、うわー、そら泣くわ。そうだよ、そうなんだよ。殿様が倒れちゃって、動かなくなっちゃったんだ。うわー、泣かないで、キュータ。キュータの隣に行くわ。なるほど、3連チャン、4回目。静粛に、静粛に、静粛に。なるほど、相性、千尋さん隣にいるから大丈夫でしょう。キュータの隣に行くわ。ごめんな。ダン。なるほど、もうなるほど、ゆみちゃん、もう、一体これは何の騒ぎだ。殿様は殺人者なのだぞ。しかし証言によれば、殿様は倒れて動かなくなっている。そうなんだよな。カン、朝目じゃない、弁護人、どういうことなんですか。僕たちは大きな勘違いをしていたことになります。勘違い、勘違いだと。それは一体どういうことか。被害者は殿様だったということでしょう。これやな、分かってみれば簡単なことです。戦った結果、殿様が倒れて動かなくなった。つまり殿様は殺人者ではなく被害者だった。ということは、ダン、殿様は胃袋たけしだった。なるほどね、殿様は胃袋たけしだったのです。また3連チャン、5回目。お、最高記録じゃないか。静粛に、静粛に、静粛に。ではこの写真に写っている殿様も被害者の胃袋たけしが中に入っていたというのですか。そういうことになるね、そういうことになります。胃袋たけしは午前中アクションシーンの打ち合わせをしていた。だから当然荷物さんが足を怪我したことを知っています。しかし胃袋さんは第一スタジオに行ったはずでは。みんなそう思っていました。しかし警備員のおばちゃんはこう証言していた。おばちゃん、午後1時に詰め所に入ったわけよ。胃袋ちゃん、ああ見てないよ。おばちゃんが詰め所に戻る前にもうスタジオに行ったみたいだね。言ってたね。胃袋たけしは昼食後スタッフエリアを去った。しかし彼が第一スタジオに行ったのは誰も見ていない。見てないな。あーあー、リスキー。
彼は荷物さんが楽屋で昼寝するのを待った。そして楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだのです。あー盗んでんなこれは。おーしかし一体なぜ被害者はそんなことを。それはわかりませんけどこの顔よ。おキュータそうか。俺殿様の動きがいつもと違うと思ったんだけど、中に入ってる人違ったのか。あもうキュータ大人だな。偉いぞキュータ。中に入ってる人とか、まあそこら辺は理解してんのね。なるほどね。おじさん、なんだい。実は俺ナイスキュータキュータ、この美味しいもんおごってやろな。頑張った頑張った、ありがとう。実は俺一枚だけ消してないデータがあるんだ。データ？データはわかるだろう。なるほど。写真だよ、デジカメの。なんだって。ダン、見せるのだ。だからダンやめたれって。そんな怖い顔すんなよな。ほらキュータが泣いちゃうじゃねえか。早くする。おい裁判官まで。うーキュータ、キュータの隣いるわ。ハンカチ常備しながらいいよ。あーなるほど。これだけ見たのでは殿様の中に誰が入っていたのかはちょっと判断ができませんね。証人、残念ですがこれは証拠に。いやいやいや、なるなりそまる。お返ししておきましょう。待って、なるほどくん、何ですか。写真をもう一度よく見て。はい。その写真はこの事件の全てを物語る最強の証拠品よ。最強の証拠品。ええダン、裁判長、その写真もう一度見せてください。はあ、構いませんが。なるほどくん、裁判長に教えてあげなさい。この写真がはらんでいる決定的な矛盾点を。はい千尋さん。いやー千尋さん頼もしいな。この写真で矛盾しているポイントをしましょう。おおーっと、ちょっと水飲むね。矛盾しているポイントでしょ。この S は関係ないとして、まあ、槍もまあうん、ちゃんと凶器だもんね。で殿様を見た限りだと胃袋だとはわからないってことは殿様はあまり関係ない。じゃあこの柱のこれでしょ、2だよね。これくらえ。え、ちょっと待って、押してるとこ、あ、暗い。ちょっと裁判長、ここを見てください。門柱ですか。重要なのは門柱に書かれている数字です。そうだな、数字。これは2ですか。はっきり言いしませんが、まあでも1ではないよな、絶対に。はっきりしているのは1ではないということ。あ、言っちゃった、ごめん。なるほど。あー、みつるぎ気づいたね。どうやら分かったようだね、みつるぎ検事。そんなバカな。何ですか裁判官。私にも分かるように説明してください。上面図で説明しましょう。死体はここ第一スタジオで発見されました。しかし事件の時に撮影された写真の門柱には1とは書かれていない。裁判長、事件は本当はここで起こったのです。裁判長に本当の第二スタジオですね。ほい、ここだ、くらえ。ダン、ここです、第二スタジオ。なるほど、門中に2とありますからな。この第二スタジオには重要なポイントがあります。コテージが道が塞がっていた。サルマゲドンによってコテージに通じる道は塞がっていました。それは聞いています。道が塞がったのは2時15分です。ダン、つまり被害者はそれ以前に第二スタジオに行ったんです。そうなりますね。宇佐井監督の証言を思い出していただきたい。彼はこう言った。第一スタジオには行けなかったからコテージの人間は犯人ではないと。ダン、しかし事実は逆だったのです。犯人はコテージにいた人間にしかありえない。なぜなら犯行は第二スタジオで行われたわけですから。そういうことだな。おっかん。第二スタジオにはコテージがあります。コテージでは事件当日会議が行われていた。そして被害者が死んだ時間に休憩時間に入った。そういうことですね。ユザイ監督とプロデューサーの姫神はステーキを食べていました。そこはまさに殺人現場だったのです。なるほど。カン、静粛に。弁護側は次のように主張します。ダン、殺人現場は第二スタジオだった。そしておばちゃんが見たのは被害者の胃袋たけしだった。胃袋さんは何らかの理由で殿様の着ぐるみを盗み第二スタジオへ行ったのです。意義あり。はい、なんだ、みつるぎ。バカげている。
胃袋たけしは被害者なのだぞ。それが覆ったんだよ。殿様の着ぐるみを盗んだのは何のためだ。ダン、わざわざ殺害されるためにそんなことをしたというのか。そういうわけじゃないだろうけど、それは、うむ、それとも何か証拠でもあるのか。被害者の胃袋氏が着ぐるみを盗んだ証拠だ。証拠はありますあります。証拠品見たら気づくと思う。なんだと。あるんですか、証拠が。そんなに驚かれると自信がなくなるな。多分間違いないとは思うんだけど。胃袋さんが殿様の着ぐるみを盗んだ証拠、これだね。これ使ってねえな、睡眠薬だろ。くれ、これで合ってるはず。証拠はこれです。薬の瓶ですか。これは煮干しさんたちが昼食を食べたスタッフエリアのテーブルから見つけました。ラベルには睡眠薬と書いてあります。睡眠薬。あの日被告人の煮干しさんは午後はずっと昼寝をしていました。眠らされていたんですよ、胃袋さんによって。そういうことだな。かん、待ってください。確かにその瓶は怪しいですが、胃袋さんがそれを使ったかその証拠はありません。裁判長、提案があります。あー、死体も血液も関係ないでしょ。瓶の指紋だな、これは絶対。これは間違いないだろ。提案ですか、何でしょう。もちろんこの瓶の指紋を調べるんですよ。ダン、胃袋さんの指紋が見つかるはずです。うむむ、よし、これはいった。なるほど、わかりました。瓶を預かりましょう。空っぽの小瓶を裁判所に渡した。ここまでか、今回は。ぽいな、本日の審理はここまでとします。清田少年の証言によって事件は全く違った可能性を見せ始めました。ありがとな清田。警備員が見た殿様は被害者の胃袋たけしだった。殺人現場は第一スタジオではなく第二スタジオだった。もう全部ガラッと変わったな。そしてコテージにいた人間には犯行を行う時間的余裕があった。なるほど、おくん。はいはい、あなたに与える宿題、次の問題の答えを見つけること。胃袋さんはなぜ着ぐるみを盗まなければならなかったのか、そして誰が彼を殺害したか、その動機はこれ弁護士がやることかな。やるけど、明日までにその答えを見つけてください。おいよ、宿題な。なるほど、三剣検事。うむ、あなたの方は煮干しさんに対する容疑をもう一度初めから洗い直すように。心得た。でも、まあ、なんか逆にあんまり悔しがってない。この審理は最終日の明日まで持ち越すことにします。かん、へて、では本日はこれにて閉廷。ガラガラからの暗転。あ、終わったね、煮干しさん。終わったよ。10月19日午後2時47分地方裁判所被告人第一控室。いやー、ほんと危なかったな。あちろさん、まさに危機一髪といったところだったわね。そうですね、途中でもう帰っちゃおうかなって3回くらい思いました。ちひろさん、帰ないでよ。あ、僕もお前は帰るな。お前は本当に帰るな。にもしさんのこと考えろって。そうだったんですか。お二人とも自信たっぷりに見えましたけど。とんでもない、振りですよ振り。もうにもしさん、ご臨終って3回くらいは。なるほど、失礼だ。あ、またちひろさん、ちひろさん、いや、え、ひどい、煮干し、今度は煮干しの隣につくわ。さすがにそれは冗談ですから、ちひろさん。それね、冗談だよな、本気なわけないよな。そうなんですか、僕は別に冗談を言ったつもりはない。なるほど、なるほど、お前悪人か。じゃあ煮干しさん、僕たちはこれから最後の調査に行きますから、明日の法廷では必ず真犯人を突き止めてみせますよ。あー、なるほど、これはよく言った。やっぱ弁護士だな。あ、はい、恐縮です。いやー、見つけ出そう真犯人を。続くと、こうなってくると怪しいのは姫神プロデューサーじゃねえから。まだだって出てきてないもんね。続きはとりあえずいいえ。はい、では2回目の法廷ね。いや、いろいろ出てきたというか、もう全部ガラッと変わっちゃったけどね、事件の詳細と関係者が。次、探索を経て最終的にね、真犯人を突き止めてみせましょう。パート1の時にも言ったけど、1のストーリーは知ってるはずなのに、やってると本当にわざととかじゃなく初めてやってる感じになるっていうか、本当新鮮な気持ちでできるから、ガチでもう一緒に事件解いてる感じがしてすげえ楽しい。いや、千尋さんも助けてくれたし、三剣は面白かった。
みつるきお前面白かったぞ、ありがとな。キュータもね、泣きながらね、ちゃんと証言してくれてありがとね。うざいたくやは、お疲れ。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方していただけたら幸いです。毎日投稿頑張っているので、よかったら応援よろしくお願いします。では、夢咲みむでした。また次の実況でお会いしましょう。バイバーイ。